安14年、呉の孫権は妻を亡くした劉備に妹である孫昌公との縁談を持ちかけた。それは劉備を呉まで呼び寄せて捕らえんとする周瑜の策だった。劉備は諸葛亮の勧めもあり、罠と知った上で呉に入った。活発で武芸を好む孫昌公にたじろいだ劉備だが、そのまっすぐな気性を知るにつれて好感を抱いていく。一方孫昌公も劉備の器の大きさと伸びやかな人柄にたってない思いが芽生えるのを感じていた。かくして策略は現実へと変わる。ここに二人の逃避行が始まる。直へと戻る。皆南西を目指せ。劉備を捕らえよ。姫様を連れ戻すのだ。私は玄徳様と一緒に生きるって決めたの。誰にも邪魔なんてさせないんだから。もはや鬼はおれませぬ。どうか皆をお救いください。私の大事な仲間なのに助けたいわ。
ルマドンにはなりませぬ。ですね。
らですね。諸葛亮の軍がもう一息だ。ここまで来ればもう大丈夫ね。良いのか。もはやそなたは後に戻れぬことに。あなたの隣、すっごく居心地いいんだもん。